シーザー・ラモスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB フィラデルフィアフィリーズ参加に所属。カリフォルニア州ロサンゼルスで、メキシコ移民2世として生まれる。2002年の MLB ドラフトで、タンパベイデビルレーズから6巡目で指名されたが、両親の希望もあって、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校への進学を、 選択。大学時代は、同学年に、トロイ・トゥロイツキー、一学年下には後に、レーズでもチームメイトになるエヴァン・ドン・ゴリアがいた。パドレス時代2005年の MLB ドラフト一巡滅移保で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。2009年9月16日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で、メジャーデビュー。二千十年は初めて開幕ロースター入りを果たしたが、十四試合で、 防御率11.88と振るわず、シーズンの多くを、トリプル a 級ポートランドビーバーズで過ごした。2010年12月17日に、ジェイソン・バウトレットとのトレードで、ブランドン・ゴームスらと共にタンパベイレーズへ移籍した。2013年開幕前の3月には、第3回 WBC のメキシコ代表に選出された。2014年1月17日に、 レイズと749,750ドルの1年契約に合意した。2014年11月5日にマーク、サッピントンとのトレードで、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。2015年は、自己ベストの65試合に投げ、通算250試合登板に到達。防御率と予支給率で、自己2位の数字を記録したが、12月2日にノンテンダー、FA となった。 2016年1月5日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。開幕は参加のトリプル a 級ラウンドロックエクスプレスで迎え、4月25日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。7月22日にリーフとなり、25日に自由契約となった。2016年8月4日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結び、参加のトリプル a 級。 トレド・マット・ヘンズへ配属された。11月7日に FA となった。2017年1月5日、フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。大学、マイナーを通して、先発投手として起用されてきたが、メジャーでは2009年の2先発を除いて、もっぱらリリーフで起用されている。ありがとうございます。